ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。さて、今日は DVD でも借りてよっかしでもしようかしら。おや、霊夢じゃないか。今からどこに行くんだ？あら魔理沙、明日は休みだから、DVD を借りに来たのよ。おお、なるほどな。よし、私も一緒に行こうじゃないか。え？魔理沙も来るの？変な作品借りないでよ。私のことをなんだと思っているんだ。そういう霊夢だって人のこと言えないだろ。最近はドリフターズの DVD ばっかり見ているじゃないか。失礼ね、ドリフターズは最高に笑えるからいいじゃない。令和の時代でも見るべき番組よ。最近変な昭和ギャグを聞くようになった原因はそこにあったのか。霊夢が使っている昭和ギャグだが、はっきり言って死語だぞ。さすがに今の子には伝わらないぞ。え？ダックンダー、とか、変なおじさんネタは通じないの？おそらく限界があると思うぞ。伝わらなくはないかもしれないが。まあしかし、せっかくなら霊夢に新しい昭和のドラマを紹介しようかな。あら、なんか面白いドラマがあるの？今回、私が霊夢さんに紹介するドラマは暴れ発着です。暴れ発着？聞いたことがないんだけど、よくわからないドラマを借りるくらいなら私はいつもの DVD を。てマリサ、昭和の名作が好きなのはいいことだが、そろそろ新規開拓をするべきじゃないか？今日は暴れ発着についてとその出演者たちの現在について解説するぞ。そんなに熱弁するなら聞こうじゃない。では早速ドラマ暴れ発着について軽く説明していくぞ。暴れ発着は児童文学者山中久志が書いた児童向け小説で、1979年に俺は暴れ発着としてテレビドラマ化されたんだ。児童向け小説だったのね。ちなみに2014年には再び小説が発売されている。そうなのね。それだったら小説を読むのもいいわね。児童向け小説だから、読み物としてはハードルが低いと思うぞ。小説からテレビドラマになってからは、平均視聴率 15.6%、最高視聴率は 21.7% と高視聴率を叩き出したんだ。今のドラマの平均視聴率が 10% 以下だから、かなりの視聴率よね。やっぱり内容が面白かったからなのかしら？そうだな。同じ時間帯に超人気番組クイズダービーがあったにもかかわらず、高視聴率を叩き出していたから、それくらい当時の人にとっては人気ドラマとして、君臨していたんだと思うぞ。ちなみに霊夢が大好きなドリフターズの8時だよ、全員集合の、前に放送されていたドラマなんだぜ。そうだったの、それはもう流れが出来上がってるわね。ところで暴れ発着はどんなドラマなの？やっぱり子供向けな内容なの？大まかなあらすじとしては、ガキ大将の桜間長太郎が、悪い大人を懲らしめる話だな。暴れ発着は手に負えない暴れん坊という意味で、ガキ大将の長太郎にぴったりのあだ名なんだ。暴れ発着ってそういう意味だったのね。ザ・ガキ大将って感じのあだ名ね。ちなみに長太郎は勉強はできないが、ひらめきは最高という、決め台詞があって、悪い大人をやっつけるためにひらめきでなんとかするんだ。ガキ大将っぽい解決方法ね。ちなみにひらめきを得る方法はシリーズによって様々で、倒立やブリッジ逆立ちなど、当時としてはかなり斬新だったと思うぞ。何それ、ちょっと気になってきたわ。それだけ人気なら再放送とかないのかしら？昭和のドラマやバラエティって時々再放送があったりするでしょ？これだけの人気作品なら、再放送とかしててもいいのに。いや、おそらく再放送などはこの先ないだろうな。DVD で見るしか方法はない。え？それはどうして？現在暴れ発着を再放送すると、放送できないシーンが多いからだ。昭和だからこそ許されていたシーンが、令和では問題視されることはよくある。特に長太郎に対して父親が拳を振り上げるシーンとかだな。それは完全にアウトね。ひらめきを得る方法がシリーズによって変わるって話だけど、どれくらいのシリーズがあったのかしら？暴れ発着は第1シリーズから第5シリーズまで続いたんだぜ。第1シリーズで終わるのがほとんどだけど、そんなに長く続いていたなんて、本当に人気だったのね。シリーズによって少しずつ設定が変わったり、主人公やヒロインも交代していった。そのため、暴れ発着の中のどのシリーズが好きなのかは、人それぞれだったわけだな。そう考えると全シリーズを見てみたいわね。昭和に活躍した子役たちの顔も見てみたいし、私の知っている人もいるのかしら？じゃあ早速シリーズごとの主人公とヒロイン、主人公の兄姉についてを見ていこう。長太郎に怒鳴っていたお父さん役の人も気になるわ。じゃあ父役母役の現在も見ていこう。ただ、暴れ発着を最後に、芸能界を引退した人もいるから、わかる部分で解説していくぞ。頼んだわよマリサ。第1シリーズ俺は暴れ発着は、1979年2月3日から1980年3月8日まで、
前後16話あるドラマで、特徴としては原作にあらすじや登場人物が忠実に表現されている作品だ。全てはここから始まったってわけね。しかし唯一原作と異なる点と言えたのが、主人公の外見だ。主人公の外見？原作ではずんぐりむっくりなイメージだったんだが、初代長太郎役は、痩せ型で超速だった吉田ゆきさんを採用していることだな。吉田ゆきさんは1966年生まれで、2023年現在は56歳になる。1970年に劇団日本児童に入団後、幼少期から子役として活躍している。初代長太郎役を演じた時は13歳の頃だったな。小さい頃から活躍しているってことは、演技力が高い人だったのかしら？その通り。他のシリーズの長太郎役と比べても、演技力が高かったと思う。しかし2009年以降は芸能活動などの目立った活動をしていない。暴れ八着にはヒロインもいるのよね。初代ヒロインについても教えてちょうだい。初代ヒロイン、宮村ひとみ役を演じたのは早瀬ゆか子さんだ。早瀬さんは1967年生まれで、2023年現在は55歳になる。1978年に児童劇団に入り、その翌年に暴れ八着のヒロインに抜擢されているんだ。早瀬さんは児童劇団に入る前から、日本テレビのおはよう、子供ショーの、のど自慢コーナーでお姉さんと出場し、特別賞を受賞している。演技だけでなく、歌唱力もある人だったのね。その後はどういう活動をしていたの？暴れ八着に出演後、ドラマや歌手デビューも果たして順風満帆に思えたが、1990年代前半に芸能界から姿を消しているんだ。失踪説や死亡説などの憶測が飛び交っていたが、2000年に再浮上して、2001年にアルバムがリリースされるものの、継続的な活動には繋がらず、2009年以降テレビから姿を消してしまった。まぶい女優さんだからちょっともったいないような気がするわね。主人公とヒロインの現在は知れたけど、父役母役の人はどうなのかしら？第1シリーズから第5シリーズまで父母役は同じ人が演じている。父親役の遠野栄真さんは、暴れ八着で演じた父親役の他に、教師役を演じることが多かった俳優だな。遠野さんは高校卒業後、俳優座養成所に第12期生として入所すると、1962年に青べか物語で映画初出演を果たした。その後も大河ドラマなどにも出演していて、俳優としてのキャリアを積みつつ、青少年育成活動での講演や、子供向け番組を復活させる運動など、教育にも力を入れていたんだ。しかし2000年に高血圧性脳卒中で58歳の若さで亡くなっている。母親役の栗千春さんは1938年生まれで2023年現在84歳の女優だ。もともとオペラ歌手志望だった栗さんは藤原芳恵が主催する藤原歌劇団の研究科に入団。その後劇団新作座を経て、20歳で女優としてデビューしているな。暴れ八着ではその歌唱力を劇中で披露して話題になったんだとか。現在でも歌手活動を続けつつ、テレビのコメンテーターとして活躍しているな。子役だけでなく、大人も実力者がキャスティングしてたのね。あとはシリーズごとに主人公には兄か姉がいるんだが、脇役ながら存在感があったな。第1シリーズで主人公の姉を演じたのが島田佳穂さんだ。島田さんは音楽家の島田圭穂さんと元宝塚でジャズ歌手の筑波レイレイ子の間に生まれたサラブレッドで、子役として活躍していたが、1982年、ミュージカルシンデレラのシンデレラ役に抜擢されると舞台女優に転身。2003年には大阪芸術大学芸術学部舞台芸術学科教授に就任している。出演者のスペックが本当に高いわね。第1シリーズから面白いキャスティングね。第2シリーズの男、暴れ八着は、1980年3月22日から1982年3月27日まで、全100にはあるドラマで、第1シリーズ同様お父さんは大工という設定だが、お母さんが自宅で理容店を営んでいるなど設定が少し変化している。シリーズごとにオリジナルな感じを出していくのね。他にも変わったところはあるの？そうだな。主人公が群馬県から東京都に引っ越してくることや、主人公の姉が、兄に変わっている。ちなみに第3第4シリーズも兄で第5シリーズでは、また姉に戻っている。その微妙な変化も面白いわね。では2代目長太郎2代目ヒロイン、長太郎の兄役の順番に現在の様子を、見ていこう。2代目長太郎を演じたのは、栗又敦さんだ。栗又さんは1969年生まれで、劇団いろは入団後、1974年にテレビドラマ傷だらけの天使で、デビューしている。第1シリーズで単発で出演があった後、2代目長太郎として初の主演に抜擢されたんだ。確か栗又さんの方が原作の長太郎にイメージが似ているのよね。そうだぜ。
栗又さん以降の蝶太郎役も原作に忠実な容姿になっている。確かにガキ大将ってイメージはやっぱりずんぐりむっくりよね。ドラえもんに出てくるジャイアンを思い浮かべるわ。栗又さんは蝶太郎役を演じた後、芸能界で表立った活動はしておらず、2012年に芸能界引退を発表。その後はホテルオークラ東京の調理師として働いていたそうだ。二代目ヒロインを演じたのは鈴木照江さんだ。鈴木さんは1970年生まれで、5歳の頃から子役として活動している。二代目ヒロインを演じた後も女優として活動を続けていたが、1996年に俳優の榎木孝明さんと結婚を機に芸能界を引退している。榎木孝明さん、ってもしかして結構年の差があるのかしら？そうだな。結婚当時鈴木さんは26歳、榎木さんが40歳だったから14歳差になる。芸能界を引退したのも、榎木さんがきっかけだったらしい。現在は専業主婦なのかしら？どうだろうな。ただ、現在二人の間には三人の子供がいて、長男は大学生らしい。最後に紹介するのは二代目蝶太郎の兄役須田翔司さんだ。須田翔司さんについて調べてはみたんだが、検索にはヒットしなかったから芸能界は、引退していると思う。風の噂ではとある会社の役員を務めているとか。芸能界で活躍を続けるのってやっぱり一握りなのね。第3シリーズの熱血暴れ発着は1982年4月10日から1983年3月26日まで、全49話あるドラマで、お母さんの職業が理容店から洋裁店になっていることや、栃木県から東京都に引っ越してきて、主人公の蝶太郎は栃木では日光ライオンズ、というサッカーチームのエースという設定だったんだ。いきなりサッカーが取り入れられ始めたのね。本当にガラッと変わるわね。そんなサッカー少年な蝶太郎を演じたのが荒木直哉さんだ。荒木さんはミュージシャンの荒木豊久さんの長男で、タレント図鑑にも載っていないことから芸能界はすでに引退しているようだ。ちなみにお父さんの豊久さんは作詞家としても名前が知られていて、数々のヒット曲を生み出しているぞ。暴れ発着の出演者さんって音楽関係者が多いけど何か関係あるのかしら？そうだな。これという理由はないが、二代目蝶太郎役の栗又さんを含めた、劇団いろは所属の子役で結成されたバンドがあったりするくらいだから、出演者の採用基準になっていたかもしれないな。三代目ヒロインを演じたのは浜村沙里さんだ。浜村さんは1971年生まれで、4歳の時に劇団ひまわりに所属して芸能界デビュー。暴れ発着の三代目ヒロインとして活動後も1987年のテレビ出演を最後に、芸能界から姿を消している。三代目蝶太郎の兄役を演じたのは中島ひろゆきさんだ。この方も残念ながら現在は芸能界を引退しているな。第4シリーズの痛快暴れ発着は、1983年4月2日から1985年2月23日まで、全93話あるドラマで、お母さんの職業が自宅でクリーニング店を営んでいることや、もともと東京出身になっていたり、初代蝶太郎役の吉田さんが親戚のお兄さんとして登場する。初代の主人公が再登場するの？実は暴れ発着シリーズは主演をやっていた人が別のシリーズで、登場することがあったんだ。見ている人もあの時の、って思い出せる瞬間だったと言えるな。第4シリーズの蝶太郎役を演じたのが坂爪孝之だ。坂爪さんは1972年生まれで劇団ひまわりに入って子役デビューを果たした。暴れ発着に出演後も2000年までは俳優として活躍していたが、その後は声優として現在まで活躍している。俳優から声優に転身したのね。私でもわかる役はいるかしら？坂爪さんはアニメ声優としてよりも、吹き替え声優として活躍していて、イカゲームのソン・ギフン役やハリー・ポッターのビクトール・クラム、などの吹き替えを担当しているぞ。俳優から吹き替え声優としてどんどん活躍してほしいわね。四代目ヒロインを演じたのは水沢真子さんだ。彼女についても情報がなく、1996年にテレビ出演したのを最後に、芸能界から姿を消してしまいました。四代目蝶太郎の兄を演じていた竹花誠さんも同様に2023年の現在でも芸能界での活動が確認されず、すでに芸能界を引退している。最後に紹介する第5シリーズの楽天暴れ発着は、1985年3月2日から9月21日までの全27話あるドラマで、ここから、作品のイメージが一変するんだ。第5シリーズでイメージが一変する？第1シリーズから続いたお父さんの職業が大工サラリーマンから動物園の飼育員になり、昭和の頑固親父から少々気弱な性格に生まれ変わったりなど、
スタッフも総入れ替えに近い状態になったので、イメージチェンジの狙いもあるな。そんな五代目長太郎役を演じたのが、坂井和義さんだ。ん？なんか聞いたことあるような。坂井さんといえば、紅白にも出演した純烈のリーダーだ。坂井さんは五代目長太郎役で子役デビューを果たしたものの、学業に専念するため、芸能活動を休止している。その後、芸能活動だけでなくプロレスラー、純烈を結成するなど、現在も多方面に活躍している。純烈のイメージしかなかったから意外すぎたわ。坂井さんには少年時代に将来の夢が3つあったんだ。将来の夢？暴れ八脚になること、アントニオ猪木プロレスラーになること、太陽戦隊サンバルカンノバルイーグルになることだ。じゃあ坂井さんは夢を全部叶えたってこと？そうなんだ。当時9歳だった坂井さんは暴れ八脚のオーディションに、見事合格して長太郎役を勝ち取り、2001年には百獣戦隊ガオレンジャーで、レギュラー出演し、プロレスラーとしてリングにも立った。坂井さんにそんな大きな夢があったなんて、しかもその夢を達成しているし、五代目ヒロインを演じた浅見奈緒さん、五代目長太郎の姉を演じた今井理恵さんは、2023年現在は芸能界で確認できていないため、芸能界を引退していると考えられる。坂井さんが暴れ八脚になりたいって思うくらい当時大人気だったドラマなのに、どうしてもっと続かなかったのかしら？それはやはり、第5シリーズでイメージを一変したことで、本来の暴れ八脚の、面白さが薄れてしまい、視聴率の低下につながってしまったことが考えられるな。変えずに続けようとしても、令和では放送できない内容だったから、規制をかけていかないと放送できなかったのかもしれないわね。さて、早速だが暴れ八脚を順番に見ていこうじゃないか。そうね。今は芸能界を引退した子役たちの名演技に注目しつつ、それぞれのシリーズの特色をチェックしてブログにアップしてやるわ。霊夢お前、ブログやってたのか？とりあえず解説するところからスタートするわね。やってないんかい。最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルが面白いと思ったら、チャンネル登録高評価ボタンをお願いします。当時出演していた人たちの現在がわかる方はコメント欄で教えてね。それでは霊夢と暴れ八脚視聴会に行ってくるぜ。バイビー。